どうもこんにちは、ドリアンズの堤でございます。今日はですね、ビギストの皆さんからいただきました質問を今日実際にユンホへ聞いていろいろトークをしようじゃないかということでございまして、ここで待ち合わせをしております。いや、これ私もね、ちょっと若干緊張しておりますし、本当に約2年ぶりに会うわけでございまして、ちょっと私の格好も今日はあのユノスタイル、ユノのソロ、ね、アルバムの格好、これ、はい、今ここワイパー入ってるでしょ、これ、ね、スタッフは全然笑ってませんけれどもというわけでございまして、そろそろ時間が来ると、そろそろこの時間に来るというふうに聞いておりますので、ちょっと待っているんですけれども、この待ち時間を利用してですね、ちょっとここに座ったりとか。おー、超嬉しいよ本当に。あ、僕も嬉しいんですけど、うん、なぜ来ました。いや今日はね、いろんなちょっとね、あの、まあ後で話しますけれども、はい、ちょっとユノにいろいろ質問とか来てるのよ、集めたわけ、で、ちょっと今日はね、いろんなそんな話も、まあ、2年間ありましたから、そうですね、だからちょっとトークをしながらユノの話を聞こうかなと。あ、いいんですけど、これちなみにゴールドミッションではないです。ゴールドミッションではないです。まあ一つミッションがあると言えば、面白く2人でするというミッションだけが。はい、緊張してるんですけど。嘘つけ、緊張してないやろ。はい、嘘です。いや、ユノ、あの、はい、本当に、まあ、約2年間ね、こう、まあ、帰ってきて、まあ、その2人がね、準備してくれたフィルムコンサートとか、そうです、ザ・ゴールドミッションとか、本当にビギストの皆さんも楽しみにこの時を待ってたんですよ。あ、本当に僕もこの時間を本当に待ってたんですよ、僕も。いや、そりゃそうでしょ、ね、そうですね。いや、もう本当に楽しみにしてるから、うん、ちょっとじゃあもう早速、じゃあちょっと話しましょう。じゃあこちらに、もう早速ですか。早速行きましょう。もう別にゆるく、楽しく、本当に自分の気持ちを、もう出していただいて全然大丈夫です。もうちょっと、まあ、お水でも飲みながらちょっとお話ししようかなと思っております。まあ、いろいろこうね、まあ、東方神起のお二人と私、ゴールドミッション行ったじゃないですか、はい、そうです。覚えてますか。もちろん覚えてます、ね、何がこう一番印象に残ってますか。本当にいろんなことをやってた。行きましたね。何行きました。あ、僕、そのそうめん、いや、そうめんじゃなくてうどん5ミリみたいな。そばじゃん。ユノらしいそばでした。そば、はい、ちょっと太めにしてね。そうですね、5ミリ。やっぱり、うん、そうめんは5ミリです。そばそばそば。そなんでそうめんだ。はい、やっぱりそばは5ミリ。あと、いろいろ行きましたよね。あと豆腐も作ったし、そしてゴルフ。本当に印象に残っているのがゴルフですけど、はい、それがその後から自分が最近、うん、なんか興味合ってるスポーツがゴルフです。もう本当に楽しかったから引き続きゴルフを続けた。 そうですね、それもあったんだけど、うんうん、あ、僕より堤さんが超うまかったんで、それが悔しくてなんか勝ちたいなって思って。負けず嫌いが出たよ、両方の。これいや、もうぜひちょっと時間が空いた時はね、こうスタッフの皆さんとみんなでゴルフもあって、ね、また機会があればやってもらいたいですね、うん、あの日もうすごい雨だったから。雨だったし、風もすごかったし、本当にね、もうこう、何、スケジュールも大変な中、もうギュッと忙しい中ね、はい、やっていただきましたから、楽しい思い出がいっぱい。本当に楽しい思い出もあったんだけど、本当に感動してもらった思い出もありました、うん、最後の韓国のワールドツアー、はい、で、スミさんが本当に来てくれたのがゴールドミッションで行かせて、いや、それはもうお二人が呼んでいただいたん で私もすごい感動して。でも本当にそれだけでも、直接来てくれたのは難しいことでしょう。それで、あ、まあね、あの時本当に一緒に強く残っているから、すごい感動しましたし、はい、いや、今いい時間ですね。いや、よかった。いうのもすごい元気で、本当にあれ、ゴールドミッションを見てました。あ、時間がある時、うん、あ、僕ちょっとずつ見てくれてたの。見ました。ちょっとニヤニヤしちゃうよね、あれ。やっぱりニヤニヤしちゃうのはあるんだけど、うん、俺の性格がこんなにちょっと
不思議な人って、自分が自分の性格を見て、え、なんか変じゃないのってくらい気づいた変を言うの変だけど、あ、これが俺の魅力じゃないかなって思って、いやいや面白かった本当に。